はい、こんにちは、堀です。今日は白菜のオレンジクイーンと CR お気に入りミニ白菜に棒状していきます。本日は新薬を使用していきます。はい、今回使用していく農薬はこちら、はい、ブロフレア SC という殺虫剤を使用していきます。鳥類ハムシ専門剤という、これこちらね、新薬なんでよく効くと思います。これここが一番ですよね。3週間効果が続くっていうのは大きいですよね。今までのハムシ剤をハムシに効くような農薬はハムシにかからないと死なない薬だったんで、これはちょっと期待できます。まあ新薬なんで値段も 250ml で5,500-600円しますんで、値段も高いですが効果も多分いいと思うんで。それで白菜が、粉が青虫、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、はい、マダラの名画で、希釈倍率2000倍から4000倍で、収穫の前日までで3回使用可能という薬です。それで他にも白菜、キャベツ、白菜、ブロッコリー、カリフラワー、ヒケッキュー、アブラナ科、カブ、大根、レタス、ヒケッキューレタス、ネギ、甘蔗、枝豆、キクという豊富な作物に対応が取れた農薬です。これをうちは2000倍で希釈していきます。それと粘着剤のドライバーを1000倍で希釈していきます。農薬希釈君で2000倍、本日は15リッター使用していくので 7.5g。 それでドライバーが1000倍なので 15g 入れていきたいと思います。はい、丸山の背負いの20リットルの銅粉に15リッター希釈しておきました。では散布していきます。はい、では散布していきます最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。